お前、あれね、八ちゃんラーメン全然違う。福ちゃんラーメンスープね、5、6時間、6、7時間ね。八ちゃんラーメンはそんなもんやけど。で、住吉でも4、5時間ね。うん、まあだけど、スープ浅いよね、みんな。でも、その後から来る、いっそうだ、なんだかんだ、吉村くんのとこは、あそこは結構長いよね。で、呼び戻しますしね。呼び戻しだしね。バカだな、みたいな。一層の取り方はもう車の取り方やもんね。うん。呼び戻して回していってね。博多、だから車の方がラーメン文化深いと思うよね。うん。うん。車があったけん、熊本があったり、福岡があったりするんちゃうと。うん。やっぱ、サンマロウ、うまうま、ああやら、もう昔のラーメンやもん。うん、昔の博多ラーメンはあんなの多かったよ。俺が小学校の頃食い寄ったラーメンやらさ、あの中華屋が、要するに中華屋のラーメンしかないわけよ、町中華のラーメンね。もう麺は伸びとる、ね、伸びて当たり前みたいな。やわ麺が麺、みたいなね。で、スープもあんな深い、もうあんなうちみたいなスープなんかなかったよ、どこもね。みんな朝3時間とかね、3、4時間のスープよ、みんな。あとは課長。ほんと。油と花鳥だけ。それ言ったら東京のラーメンの方が俺はまだ気が利いてると思ってる。俺18ぐらいの時ね、なんかあのそうそう1年だけ浪人でこっちになんか来たことがあって、まあやっぱ北海だからその頃でも東京のラーメンも北海札幌ラーメンの影響をいっぱい受けてるっけんね。うん、本当に言う東京ラーメン、当時はハルキアとかなんかあったんやろけどね、あの頃はあれはやっぱ東京ラーメンやろね、あとは東京は屋台ラーメンぐらいしかないじゃんやと、屋台で駅前にあるね、もう背脂がボンって入ってから、コープレンしても何してもね、そう屋台あんなもんで、だけど博多ラーメンはないね、博多ラーメン、いや俺うまうまを博多ラーメンとは言わんね、うん、言いたくないし、うん、まあ博多ラーメンせっちゃん赤のりも独特だしね、うん、あそこも本当は豚足とかさいろんなものを使ってたよね、うん、今どういう風にしてるか知らんけど、うん、ここは戦後すぐですからね、昭和21年なんで、ああそんな早い、はい、そこ中華屋から、あそこはあれですよ、もう白龍軒の方と一緒に屋台やったのが最初、なるほど、で別れたんですよね、うん、あそうか、どっちかがうどん屋さんかなんかなんだよね、そうですね、うん、そういう話ばっかしやねえなったらね、はい、最初は熊本も確かそうやったよね、そうですね、あの経過ラーメンとか、ね、小紫もそれこそ、うん、みんな一緒に修行してとか、うん、サンキューを食べてるんですか、うん、そう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 、商用券とかね、だけど博多はないよ、ほんとだけど、まあそうやね、白龍軒2つの流れがあるっちゃないからね、うん、赤のれん系、しばらく系、あこれもう全くそして違うね、ほんと違う、スープの取り方が違うわ、うん、全く違う、だからどっちかというと赤のれんとかなんかの方が、白龍軒の方が三級とかなんかに近いよね、うん、うん、ほんとしばらくはなかなかやね、しばらくはどこで勉強したかな、そうやね、だから流れが違うわ、味が、あっちの形態が違うもん、うんうんうん、会社やら似たもんとしてもね、うん、はあ、面白いね、あ、そうか、